この立川のバンクで首位逆転まであるのかどうか。中部近畿ラインが残り2周半を切ってから動き始めています。6番の伊藤誠希、赤番で1番の横山を抑えました。横山も若干突っ張り気味で中段4番手は手にしたいところか。7番の菊池慶翔も乗っていきまして、1番の横山、7番の菊池、中段並びました。横山が下げそうで6番手、6番の伊藤誠希先頭で金が入ります。中段7番の菊池慶翔、4番手の中段、そして1番横山は下げた位置は6番手になりました。厚みを生かして6番の伊藤誠希抑え先行でかけていきます。追走5番の鷲田、そして2番の水谷3番手で最終周回に入りました。4番手7番の菊池慶翔がためて、前とは少し車間があって1番の横山まくり勝負、4番の山崎続けるかどうか。しかし縦長で6番の伊藤誠希かかっています。最終バックを通過する。番手は5番の鷲田が絶好で、2番の水谷、そして7番の菊池慶翔が4番手から踏み上げて、内は3番の新山、関東勢後方で間に合いそうにありません。先頭は6番の伊藤誠希、番手5番の鷲田が差し切って後輪、2着は2番の水谷と6番の伊藤誠希並んでいました。